テレビ伝送実験装置の再現展示、高柳健二郎は、日本の工学者、日本ビクター元、副社長、技術最高顧問、静岡大学名誉教授、日本のテレビの父と呼ばれる、文化勲章受賞、静岡県浜名郡和田村に生まれた、静岡市販学校を経て1921年、東京高等工業学校附設工業、教員養成所卒業、同年、 神奈川県立工業学校教諭、1924年に浜松高等工業学校助教授となり、無線演示法の研究を本格的に開始する。大正天皇が崩御した1926年12月25日、高柳はブラウン管による伝送、樹像に世界で初めて成功した。創造側に日布公園版を、樹像側にブラウン管を用いて、 カタカナのイの文字を総受像した。操作線の数は40本だった。イの文字はイロハ順の最初の文字として選んだ。1937年 NHK に出向し東京オリンピックのテレビ放送を目指してテレビ受像機の研究を本格的に開始。しかし1938年に日中戦争が激化するなどで東京オリンピックは中止。 テレビの研究も中断させられ、レーダーやイサム流の誘導装置などの研究をすることになる。終戦後、NHK に戻ってテレビの研究を再開するが、GHQ の指令によりテレビの研究を禁止させられた。その後、1946年に日本ビクターに高柳の弟子と共に入社。自身が中心となり NHK、シャープ、東芝と共同で、 テレビ放送技術とテレビ受蔵機を完成させた。1946年三冠学共同でテレビ技術の研究開発を行う団体として組織されたテレビジョン同好会の委員長に就任。同学会はその後文部省認可の社団法人テレビジョン学会に改祖された。同学会は初代会長、庭安次郎と共に健次郎の功績を記念して優れた研究。 業績に対する庭高柳賞を設定している。高柳らによる実験を模擬的に再現している教材が日本ビクター、栗浜技術センターにある記念館、NHK 放送博物館、工述する静岡大学にある記念館、各地の科学館などにある。高柳の教え子には浜松ホトニクスの創業者、堀内平八郎、 松下電気製作所の区の久雄などがいる。浜松市中区城北にある静岡大学浜松キャンパス内に静岡大学高柳記念未来技術創造館があり、高柳の業績の一部が収蔵、展示されている。また、同館内には IEE、e、マイルストーンの名盤胸像がある。2011年1月20日、誕生日を記念して、 グーグルに日本版のホームページのロゴが特別バージョンとなった。次男は経営学者の高柳明。娘に幼児心理学者の吉村多塚子がいる。静岡大学工学部教授などを務めた生物学者の吉村人氏は孫にあたる。ありがとうございます。